本日はスペーシアギアで行く同期2人インスタ映えピクニック、イエーイ。ハイブリッド XZ とハイブリッド XZ ターボっていうのがあるんですが、今日はハイブリッド XZ でやっていきたいと思います。色はデニムブルーメタリックツートンルーフになってるんですが、デニムにちなんで今日はデニムと張り切りすぎて丈が短くなっちゃったんですが、はい、双子コーデで行きたいと思います。ね、若い子でも今スペーシアギアもみんな乗る人も増えてきてるんで、私たちくらいからファミリー向けの人までいろんなご紹介っていうのをさせていただければと思いますので、今日はやってまいりたいと思います。目的地までおよそ 37km です。 37km です。かかります。料金は420円です。全部言ってくれねんの金額も、25度です。最高のピクニック、あのここに書いてるんですよ。写して写されへんだって、これ切り替えられへんもん。そうから別に坂道でも、ターボとかは全然いらない、いらない全然。しかもなんか前に比べたら、あの内装もなんかすごい落ち着いてる。なんか前さ、なんかオレンジのステッチとかでガチャガチャしてたけど、なんかもうスンってしてるから好きな人が増えると思う。やばい。ナビめっちゃ分かりやすいねんけど。いやほんまに、だって700m っす。いやほんまに、しかもカウントダウンしてくれるしさ、なんかさ急にさ上がってとか言われたらもう無理やねん。吉永さん、ごきげんよう。到着しました。笠木キャンプ場。やっぱりなんといってもここのグリルですね。でここのあのヘッドライトに関してはジムニーと同じタイプのものが使われているので、あのやっぱりジムニーとかハスラーみたいなアクティブ感欲しい、でもやっぱりスペーシアとかやったらみんな乗ってるしなっていう方には、やっぱりスペーシアギアめちゃめちゃおすすめです。で、あとはこち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 、やっぱりスライドドアが両方ついてるっていうところでいくと、やっぱ中持ってもらったとしても、あのコーヒー、あとは机であのマクドとかも食べれたりするのと、あとはサンシェードももちろんついてるのと、やっぱり一番いいところは後ろに人乗ること考えてサーキュレーターがついてるんで、はい、もう今めちゃめちゃ、サーキュレーターめっちゃいいですよね。めっちゃ涼しいです。あの赤ちゃんとか、子供後ろに乗ることが多いんで、基本的には、もうこれは軽の中ではスペーシアと、あとはもうルークスぐらいしかないっていうところもやっぱ強いですね。この上でめっちゃある。ここあのハスラーと一緒ですね。スマホ入れてたり、もうここめっちゃ使えて、しかも運転席ってあのここポケットないところがちょっと唯一のネックやけど、見て携帯ここ入ってます。入るんや。で、あとはなんといっても収納の多さ、もうこれ絶対スペーシア買う人にはおすすめですね。あとここターン、安定の鈴木さんの助手席の、確かにこれね、これめちゃめちゃ持ち運びもできるもんな。あのキャンプ道具とか焚き火台とか入れたらどう、洗えるし。めっちゃ確かにキャンプする人にもおすすめですね。でもさ、これあれなんですよ、全方位モニターついてて、スズキコネクトのナビがもともとついてると、この CD、DVD デッキがここに入っちゃうんで、もしそのスズキコネクトなかったら、ここ丸々、まあ、ティッシュとか入れれたりとか丸々使えるんですけど、ちょっとなんか狭いな。そうなんですよ、かなり狭いから、ちょっとこれやったらあんまモンモンは入れられへんかもしれへん。しかもさ、ドリンクがさ結構入る。めっちゃ置ける。なあ、こことここ、ここと、あとここ、あとここな。シートヒーターも、シートヒーター、運転席と、あの熱々でちょっと調節できへんやつ。助手席側とどっちもある。スペーシアギア2つグレードあるって言ったんですけど、違う、ちょっと説明していきます。中に、はい、大体金額がですね8万ぐらいの差額で、まあ、一番大きいのがターボがつくっていうのと、あとターボがつくとここの部分があの本革シフトレバーになります。パドルシフトがここにつきますっていうので、大体8万ぐらい変わります。もともとがいいからそれぐらいしか変わらんのか。そうなんですよ。なるほど、はい、アルミホイールですね。もともとホイールキャップやったんですけど、今の方になるとホイールがアルミホイールに変わっております。では2つ目、この入れなんですけれども、もともとちょっとテカテカの仕様やったんですけれども、ちょっとマットっぽい仕様になっておりまして、
なんか、落ち着いたおしゃれおしゃれですねなっております。その次ですね、ここのメーターの中の枠なんですが、これオレンジやったんですけれども、これが緑、まあ、カーキっぽくなっております。ここもあれですね、これももうカーキになってますね。あとはシートのこのステッチのところもカーキ色になってるので落ち着いた雰囲気になっております。その他スマートフォンの連携やトラブル発生時にオペレーターにつなぐスズキコネクトの採用、9インチメモリー機能付きナビの設定、車線逸脱抑制機能やすれ違い支援機能などの安全サポート機能の追加、スペーシアギアマイスタイルという新たな特別使用車も追加されました。ではスペーシアギアなんですけれども、よく比較される車種としてハスラー と、スペーシアギアは同じメーカーさんで、どんな違いがありますかね。だいたいハスラーのよく皆さんが買われる X グレードの2トン仕様と、あとはスペーシアギアの XZ の2トン仕様、まあ、同じだいたい内容で比較した時にだいたい20万円ぐらい金額差が出てきます。で、まあ、20万円差でやっぱりちょっと高いなって思うんですけど、その中には20万円分のやっぱり価値があって、まあ、それが例えば両側電動ドアとか、このスライドドアは結構でかいですよね。そうですね。あとはサーキュレーター、はい、で、あとはサンシェードついてたり、あとはなんといってもクルーズコントロール、あと全車種追従機能もついてるのが標準装備で、ハスラーはターボにしないとついてこないんで、まあ、20万円上げていろんな装備がついてくるっていうのはやっぱり一番大きなところですかね。ジムニーはどうですかね。ジムニーもともと金額結構高めですもんね。やっぱり家族で乗ったり、あとは友達とかお出かけしたりとか、あとはまあ荷物たくさん、それこそキャンプに行ったりとかするときにやっぱり使い勝手っていうのはやっぱりスライドドアついてるタイプで、考えたらやっぱスペーシアギアが一番かなっていうふうにはやっぱ思いました。スペーシアギアは背が高くて、まあ、お子さんも乗れる、あとは、デザイン性も高いっていうのでスペーシアギアを選ぶ方が多いかなと思います。今日はスターバックスのご飯を買ってきました。サンドイッチとクッキーと、これはスコーンで、ポテチ、おしゃれ風です。あとコーヒーはさっきなんか駅の近くにカフェがあったのでそこで買ってきました。もはやこれでもいいぐらい合うよな、めっちゃ。最近あそこのお家のあの方なんですけど、聞きました、あの噂。何あれ、ほんまやったんやわ、あれやっぱり。食べていい？いただきます。いただきます。今ゲップかと思った。でも写真撮り終わるまで飲むなって言われたから、ちょっと飲んでたね。座ってる、飲んでたね。え、これさ、どっち食べたい？どっちでもいいよ。どっちも好きなやつ買った。あ、ここもいいやん。ここも入るわ。いいよ。これは？いただきます。いいよ。神に感謝して、親に感謝して、神だけモータースに感謝して、神だけ社長に感謝して、この機会をいただいた諏訪田さんに感謝して、はい、ありがとうございます。みんなに手を当てて、手当てさせてくれんねん。いただきます。いただきます。いただきます。もうカビカビやねんけど。見たほら、一口景色見ながら食べるとかやったら結構いい。テント出すさ、手間省けるくない？確かに確かに。しかもギアとかスペーシアってあれ知ってる？網戸とかここチャックしたりとか、テントとかついてるから、これでキャンプ場にもなるんでね。めっちゃ調べたんですけど、笠木キャンプ場は車乗り入れて金額も安くて、で、まあ、枚方から近いっていうのでここになったんですけど、車を乗り入れるとこはないね。あ、そうなの、ね、ペーパーの杉原さんが駐車してみたいと思います。どこ狙おう？
ゴアラの横でいい。あ、ゴアラの横に。私結構その駐車がないのか。で、今は何もないんですけども、あ、ライン見えてきました、ライン見えてきました、ライン見えてきました。何も見んでもいけるわ。もう普通にサイドミラー見んでも、見んでもいけるな。もうここしか見てない、モニターしか見てない。怖い。見つめ合ってる、見つめ合ってる、見つめ合ってる。結構うまいで。あれ。よしよし。おー。はい。できました。結構簡単ですね。簡単でした。まず乗せてみたいと思います。ゴルフバッグなんですけども、基本的にはゴルフバッグって軽自動車乗せるってなったら、後ろの座席倒して入れると思うんですけど、なんとスイッチギアなんですけどもじゃーん、すごい、こうやって立ってる、立てて入るってことはさ、すごい、2つ立てたまま入れるような。だからまあ最悪4人乗って、うん、2つ立てて4人ゴルフできひんやん。メンズの人のやつはちょっと長いから、確かにきついかなっていうところなんですけど、うん、ただレディースのゴルフバッグやったら軽々と入りますんで。そう、先輩にたまにゴルフ送ってもらうんやけど、その時に後ろチャイルドシート乗ってるから倒したくないやん。でチャイルドシート乗っけたまま2つ、これでそう2人で行けるからめっちゃいい、ほんまに。だからあれじゃん、あのベビーカーとかも立てて入れるよな。全然いける、全然いける。しかもゴルフバッグとかベビーカーとか汚れるんですけど、あのスペーシアギアなら問題ないです。運転してみてなんですけども、やっぱり軽自動車でスライドタイプってなったらどうしても重かったり横揺れするイメージがあるんですけど、もう結構静かで、あの加速もあの全然ガンガンできるのと、やっぱりなんといっても追従機能がクルーズコントロールがついてるんで、すごくあの快適にあの運転できたので、とても乗りやすくあの運転ができたと思います。確かにめっちゃ良かったですね。はい、あとあのお子さん連れの方とか、あの背の高いサイズがいいなっていう方、見た目がこんなに可愛くって、あの荷物もめちゃめちゃ乗るんで、そういう方にめっちゃおすすめのお車でした。はい、はい、でしたらあの軽自動車 1.99 もやっておりますので、ぜひあの何かありましたらお問い合わせお願いします。はい、ではチャンネル登録グッドボタンお願いします。バイバーイ。おやつタイムです。おやつはあのやっぱしょっぱいスナックも大切やし、うん、あの甘いあのケーキみたいなのも大切やから、うん、まずはちょっともうちょっと近づけて。あ、ごめん。行くで。うん、浜田星君。あ、ASMR。 いや、うん、甘い、うん。で、コーヒー飲んで、私のやつ。コーヒー飲んで、まあいいよ。で、またしょっぱいの。え、また近づかなかんねん。年いったからかわかんないんですけど、なんか大学の時とかはチョコばっか食べてたんですよ。でも最近一番好きなお菓子はじゃがりこ。やっぱりじゃがりこ好き、毎日1個食べれるぐらい大好き。それほど食べ過ぎ。で、私なんでこれ買ったか知ってる？これ私めっちゃ好きやねん、これ。あ、そうなん、うん、もう、もうでも吉永がさっき食べてちょっとな食べたいって言ったから、もうだって何もだいいよって言ったけど、ほんまはこれめっちゃ好きやねん。食べ方も綺麗ですね。ただ部屋はめちゃめちゃ汚いですね。いやいや、それあのほんまに全然、結構意外と大雑把。吉永にまあ言われたくない、ほんまに。顔見たけりゃ顔見とけ。